RR ウォーカーのリアルです。7月はこちらの4つのインディーズゲーム紹介動画を上げました。結構な本数紹介したと思ったんですが、まだ紹介できてないゲームがありました。その紹介できなかったゲームの中から高評価だったものを紹介していきたいと思ってます。まずはこちら、プレイステーションでも任天堂スイッチでも遊べる 2D アドベンチャー、マルチバース次元を超えた冒険。平行世界を旅する能力を身につけた主人公の次元を超えた冒険がコメディータッチで描かれてます。美しいドット絵で描かれた神殿や都市、港、荒野など数々のエリアを探索し、さまざまなギミックに挑戦、パズル要素を解き明かしながらマルチバースの秘密に迫っていくことになります。ゲームの最大の特徴は主人公が持つ次元を切り替える能力。この能力を使ってジャンプしながら世界を切り替えたり、滑って危なそうな凍った地面の時には頑丈な地面に切り替えることができるそうです。個性豊かなキャラクターたちが織りなす笑いや喜び、悲しみといったさまざまなテーマと向き合う奥深い物語が魅力的な作品です。続いてはあの名作へのオマージュ、ユーモアと皮肉をたくさん詰め込んだ 2D ステルスアクションゲーム、アンメタル。主人公はあの英雄のような見た目をしているのですが、一般市民のジェシー・フォックス。無実の罪で投獄されてしまったので、知恵と拳を使って極秘軍事基地から脱出を目指します。パロディネタが多く散りばめられているそうですが、意外とやりごたえが抜群ということで、ボス戦はなかなか歯ごたえがあるそうです。メタルギアシリーズもう言っちゃったけど、まあ続編出ないでしょうから、その代わりにはその代わりにはならないかちなみにこちらの作品の開発者が手掛けた前作、 RPG オタクがリアルなダンジョンを攻略するパロディ満載のアクション RPG アンエピックもプレイステーション4と任天堂スイッチで遊ぶことができます。これも高評価でしたよ。次はトランシルビー。こちらはスイッチでは発売されてたのですが、プレイステーションで7月に発売となりました。神巫女と書いて神子やフェアルーンのクリエイターによる探索型のアクションゲーム。サイボーグの少女シルビーを操作して突如現れた巨大な次元大陸を相棒の AI ネイコムと共に調査していくことになります。ソードやショットを使ってお手軽アクションで敵をザクザク倒せる爽快感が味わえるそうです。デジタルな雰囲気と美しいドット絵も魅力です。続いては PS4、PS5 で発売のさまざまな技を組み合わせて任務を遂行していく FPS セーバードスチール。主人公は片腕の狙撃手。 FPS といっても銃のリロードはなく、敵の銃を奪いながら戦うのが特徴です。バレットタイムと呼ばれるスローモーション効果や攻撃を避ける動き、壁を使った移動のウォールランなどの技を組み合わせて敵を倒していくことになります。そして左手に装着されているスラグと呼ばれる武器は壁や物に穴を開けたりすることができるので、新たな攻略法が見つかるかもしれません。鋼鉄製のブーツも武器の一つ。体術も使って敵を素早く倒していきましょう。怒涛のスタイリッシュアクションが楽しめる爽快パルクールアクション。腕に自信がある方はかっこよく決めれそうです。続いてはプレイステーション4で発売のエタナールホープ。愛する魂を見つけるため愛と希望の旅へと出発することになった少年ティビの物語を綴るパズルプラットフォーマーのゲームです。魂の番人から次元間を移動する能力を与えられたティビは、
そのパワーを使って旅をし、パズルを解いて影の中に住む異世界の生き物たちと出会っていきます。謎がたくさん詰まった暗黒の魔法世界、神秘の森、隠された洞窟、古代の都市を旅して、魂の神殿がある山へたどり着くことができるのでしょうか。次はプレイステーション5で発売されて、他の機種ではもうすでに発売されています。 What Remains of Edith Finch、 放題はフィンチ家の奇妙な屋敷で起きたこと、ワシントン州のとある一族に関する奇妙な一人称視点のアドベンチャーゲームです。プレイヤーは一族の血を引くエディスとして、フィンチ家の風変わりな屋敷を舞台に家族の軌跡をたどりながら、なぜ彼女が最後の一人の生存者なのか謎を解いていきます。数々の賞を取っているほぼ一本道の映画のようなゲームということです。はい、今回は以上になるんですが、ちょっと少なかったので、こちらの紹介動画の中で紹介していて高評価なインディーズゲームを見ていきたいと思います。結構ポンポンいきますね。女子高生の豪快な戦闘が魅力のアクションアドベンチャー、ハンター X、 スイッチで発売されてます。次はプレイステーション5と任天堂スイッチで発売されている話題のブライトメモリーインフィニット。次はバイオハザードやアーロン・イン・ザ・ダークにインスパイアされたサバイバルホラーゲーム、トーメンテッド・ソウルズ。そしてビジュアルノベルゲームのレリーフ・親愛なるあなたに、レリーフ・親愛なるあなたに。そしてグロ注意のサイコパスに誘拐された少年が主人公のホラーアドベンチャー、 Don't be afraid。 そして地球上最後の母ギツネとなるエンドリング、 Extinction is forever。 ここからは10点満点ですね。女王様を育成するゲーム、 Long live the queen、 女王への道しるべ。そしてスイッチで発売されている薬草師になってミステリーを解決するパズルアドベンチャーゲーム、幻想植物展。そして、プレイステーションで発売されている、もうみんなやってる感じがする猫ゲー、ストレイ。以上、こんな感じですかね。あとですね、紹介してなかったんですけど、プレイステーション5で発売されたスノーランナー、他の機種には発売されてます。非常に評価が高いゲームなんですけど、こちらが、公式によりますと、すでにプレイステーション4版をお持ちの方を対象とした優勝アップグレードおよびプレイステーション4版セーブデータの引き継ぎが非対応となっているそうです。もう何とかできないの？プレイステーション5版に関しては新規で始める方はいいかもしれませんね。では今回はここまでです。いや、7月たくさん出ましたね。自分もやれてないゲームが結構あるので、ちょっと時間作ってやりたいな。冷房ガンガン効かせて。では以上になります。ご視聴ありがとうございました。リアルーでした。